はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日もね、アクアレノリウムをやっていきたいと思います。今回の主役はですね、リビングの120センチ水槽にいるシルバーアロワナですね。このね、アロワナがね、ちょっと前の動画でね、言ったんですけど、ちょっと尾びれの方がね、ちょっと良くない状態だったんですよ。で、その尾びれがね、今ね、いい状態になってきたかなという動画です。で、今回動画始まりましたけれども、ちょっと尾びれ見てほしいんですけど、結構まだちょっとまだボロボロっぽいんですけどね、よーく見てください。ちょっと尾びれが、これ尾びれがね、もうボロボロでちょっとなくなってる感じだったんですよ。で、なんかもうおぐされ病じゃないかっていうぐらいになってたんですけど、まあ今もちょっとボロボロっちゃボロボロなんですけど、これね、この原因もね、前の動画で説明してるんですけど、これやられてたんですね、ノーザンバラムンディに。ノーザンの方がもう強くなっちゃってて、ノーザンにちょっとちょっかい出されたぐらいなんですけど、ちょっかい出されて尾びれをちょっと噛まれたりとかなんかされてたんですよね。で、それでちょっとこんな感じになっちゃったんですけど、で、最近はね、またちょっかい出されないでこうやって元気になってるんですけど、まあ、もともと尾びれがね、ちょっとボロボロな、一番ボロボロな時でも元気は元気だったんですよ。餌もちゃんと食べてたし、だから尾びれがすごい再生してくれないかなって話してたんですけど、ようやくね、なんかちょっと再生の兆しが見えてきたかなという、ほんと兆しです。よーく見てくれるとわかるんですけど、尾びれのね、ところがね、なんだろう、ちょっとね、再生してきてるんですよね。よーく見るないとわかんないです。ちょっとボロボロなんでね、まだ。でも餌もちゃんと食べてるし、しっかりね、これからまた再生してきてほしいんですよね。シルバーアロワナって、まあ、現地ではね、川ではね、その野生では1メートル超えますからね。まだこの水槽で、まだ60センチいくかいかないかぐらいなんで、まだまだ大きくなりますから、まだまだ大きくなるってことは、まだまだ再生する可能性があるってことなんですよ。もうね、成長が止まってたら、再生能力もなかなか、もうなくなっちゃうんで、ちょっともうダメかなっていうのはあるんですけど、シルバーアロワナに関してはね、まだまだ大きくなるんで、この尾びれもね、もっと綺麗な状態、前の状態のようにね、再生してくれるんじゃないかと私は思ってて、まあ、実際ちょっと再生してるんですよ。動画だと分かりづらいかな、分かりますかね、動いてないと分かるんですけど、尾びれがね、ちょっと再生してきたかなっていう感じ で、餌もね、普通に食べてるし、最近はね、さっきも言ったようにノーザンバラムンディにね、最近はね、なんかまたちょっかい出されなくなったんで、まあ、ノーザンもね、なんかそのね、時期によってなんかちょっかいすごい出す時期もあればみたいな感じでね、日替わりな性格してるところがあるんですけど、最近はちょっと落ち着いてる感じなんでね、まあこのままね、もうちょっかい出されないで、もっとまた大きくなってきてくれれば、尾びれもそのね、成長過程でね、再生してくれるだろうと私は思っております。うん、シルバーアロワナやっぱりかっこいいからね。うん、こんなになっててもやっぱり迫力あるしね、食べ方も豪快だし、やっぱり再生してほしいですよね、ちゃんとね。ということで今回は、シルバーアロワナがね、尾びれがちょっとボロボロだったんですけど、再生ちょっとだけだけどしてきた動画の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録もよろしくお願いします。シルバーアロワナ再生してね、尾びれ。